ちょ、とろろくん、もう4回目なんだけどさ、お願い、もうまだね、あの別の出来丸っていうことなんで、ちょっとこっちでお願いします。よし、そういえば石神井公園といえば昔ワニがいるとか言わさなかった？あ、そうです、石神井公園池に、ほんと、多分生まれる前なんですけど。生まれる前ですか？え、俺最近な気がしたんだけど見に行こうって言ってた覚えがあった、はい、そんな昔？結局見つかんないよね。なんかもう見つかって、見つかったの？全部いなくなっちゃう。え、ワニいたの？本当にいたみたいです。あ、昔。そうなんだ。学校とかでよく話をされました。そうなんですか。やりましょう。じゃあ、お願いします。最初はグッチャンケっぽい。負けた。お願いします。そうなんだ。じゃあ、なんて言ったら、あれ、はい、じゃあ、ドロー。じゃあ、じゃあこれを置いて、ターンエンド。はい、じゃあドローもらいます。ヘブンズゲートをチャージします。終了でお願いします、うん、はい、置きます。ドロー。じゃあこれを置いて2マナ、ブラッドギアを出します。ターンエンド。ドローもらいます。じゃあエターナルソードをチャージして、はい、ターン終了でお願いします。はい、じゃあ置きます。ドロー。なんだ、同じだな。これを置きます。3マナ、ダメだ。ディスドライブが出たよ。スピードアタッカーです。じゃあこれで、1枚ブレイク。はい、ヘブンゲート打ちます。うお、言えてた。ブロッカーが出てしまう。ロドリエスと全額で、やばいやばい、あ、全額出ちゃった。ロドリエスの効果で全額の分で2枚ドローします。はい、はい、終了終了です。はい、ちょっと待って、もう出ちゃったの？全額で。あ、俺のターン。あ、まあ、あ、そうそう、僕のターンだった。なんでもないです。シールドトリガーだった。これこっち向きね。はい、はい、ターンエンドです。大丈夫ですか？あ、そうか、打てるのか。一応もうブロッカー出ちゃった。でもブロッカーでもね、やんないですよ、やんないですよ。じゃあドローもらいます。やばいやばい。じゃあヘブンズゲートをメメントモリ順号を貼ります。はい、しかもブロッカーで。じゃあ全悪でディスドライブを殴るときに効果でブラッドゲーム破壊で、うん、はい、これスレイヤーだよ。ああ。おやめと、うん、どう。あ、じゃあシールドを殴るときにディスドライブを破壊でお願いします。あ、そうかそうか、いいねいいね、はい、やられて何枚？3枚です。3枚なの？いきなり3枚か。ないですよ。じゃあ終了時に起き上がります。はい、終了です。はい、ちょっと待って待って、もうだいぶピンチなんじゃないか。いきます。ドロー。ん？ちょっと待ってね。わかった、行くぞ行くぞ。これを置いちゃうよ。4マナ、ディブラック V。 そして今手札何枚ですか？3枚です。3枚。マッチ、はい、お願い。あ、キュアでもいい、教えてくれ。これのカードを初めて使うのだが。そんなカードありますか？これ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 。あ、はい、これ新規に入れたこのカードを使うぞ今から。あ、はい、闇のコマンドがアタックをします。スピードアタッカー、はい、アタックするときに僕は今手札が3枚なので、これやらなくて先こっちじゃないか。もったいなくないか。だってこれ今制させると。あー、まあどっちでも、これとこれを同時に使おうと思うんだけどね。あ、順番はどっちでもいいですね。でも確かに、でもこっちの方がいいかもしれないですね。そうすればたくさん選べるわけじゃないか。はい、そうですね。これ見て、ん？あ、コストが一番大きい、うん、あ、じゃあそうですね、そっち先の方がいいですね。あの3枚しかないんで。じゃあ使わないで、使わないでいいか、ブラックサイコは。ん？あ、でもそうするとこれ空っぽになりますよ、手札。空っぽになるっていうのは、あ、なるな、できるの？あ、今手札3枚。3枚です。順序教えてくれ。3枚、ね、こうやっていいのか。こうやってやるとしますと。あ、これ全部タイミング同じですよ、これ。ん？あ、一応今どの順番でも使って大丈夫ですか？先にじゃあこれアタックしますって言った時に僕ブラックタッチしますねと言うと、あと侵略もします。侵略もします。これ全部同時にじゃあこう侵略します。で、解決をこっからやりますって言えばいいの？はい、そうです。おー、やってみよう。そんで、3、どういうか、あ、見てください。3枚手札を全部見る。はい、初めての効果。ついた、ただで使える呪文だということなんで。そうですね。はい、じゃあ3枚見た。で、一番でかいこれを、はい、何、捨てさせる。1枚捨てさせる。その後、そのコスト以下のクリーチャーを自分の墓地から、あ、手札に戻すのか。場に出るんじゃないんだ。手札に戻す、これを。で、終わり。そして手札を2枚、あの、これがアタックだからもともとゼロになるんじゃない？先に1枚捨ててもらう、自分で。そうか、これ使わなくても別によかった。そうか、そんでこれで、ゼロになったぞ。そしてこのデッドゾーンでマイナス9000を、
こいつにしておく。はい、そうすればこれでブロックされても勝てるもんね。そうですね、一応手札にはありますけど、ね、これにマイナス9選しつつトリプルブレイク、はい、じゃあ受けます。おお、じゃあホーリーを出します。せっかくタップでお願いします。せっかくセサスとターンエンド、はい、はい、じゃあドローもらいます。すいません、このカード初めてだったんでちょっとすいませんね、オタオタしちゃって。こうやって僕日々ちょっとずつ勉強してるんで。どっちにしろちょっと前夜がきついですね、これ。これも出た時点でだいぶ厳しいよね。僕出たら終わりだと。あ、そうですよ。なんで俺頑張ってんのに。ゼニーを出します。はい、あー、ゼニーの効果で受解して、うん、で破壊はされたら手札に戻ります。そうですね、はい、手札1枚、はい、ここ真ん中を、僕のバクマル君が、うん、でスレイヤーはないよ。ないよ、うん。じゃあデッドゾーンをアタックするときにスラットギアを破壊で。そうかそうか、両方やられちゃう。1万7000って大きいね。じゃあ短周領地起き上がります。終了です。そう、それが、うん、スレイヤーでも倒せない。ドロー、くっ、はあ、ちょっと遅いよ君。じゃあそうか、3マナディスドライブ、スピードアタッカーです。アタック、じゃあジャンクでブロックします。え、そう、スレイヤーだよ。スレイヤー、これスレイヤー、じゃあこっちはホーリーで。ホーリー、じゃあスレイヤー、はい、相打ちです。自分のクリーチャーを破壊するときは手札に戻ります。なんてやつだ、ターンエンド。あの効果わけわかんない。手札戻るってなんかね、また出てくんだろうって、はい、じゃあホーリーチャージします。おチャージ。じゃあ2マナで、はい、ジェニーで受解します。はい、はい、手札1枚。あー、僕のブラックアウトだ。ジェニーをもう1回やります。あー、ゼロだ、ゼロだ。お願いします。さっき意地悪したから同じことやられてるんだ。じゃあ、単純でお願いします、はい、これなんだっけ、トップ解決ってやつですか。そうですね。じゃあ、1枚、来い。あいつ、来た来た。あいつ攻撃できねえのか。ん、あ、そうなの。あの左側のやつ攻撃できねえ。そうなの。リスドライブ、スレイヤーだよ、はい、スピードアタッカーだよ。アタック。じゃあ、早場様でブロックします。出たー、これ。無限ブロックが始まります。え、なんでそれは返ってくるの。死んだ。破壊され、連れ屋で破壊されたので手札に戻ります。ターンエンドです。それ、ちょっとすごいな。そうなんだ。じゃあ、ドローもらいます。え、それはこれがいるからそういうルールだ。はい、そうです。あれがいる限り、早場様は死んでも手札に戻る。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。何枚あるんだ、早ぶさまる。じゃあ、予約で残りましたけど、はい、来い、来い、ないです。終了で、はい、起き上がります。起き上がります。ブロックか、じゃあ、でも、ね、ドロー。ん、わかった、いくよ、4マナ、ブラック V で、スピードアタッカーだよ。で、アタックするときに侵略1枚2枚、はい、な、合ってるよね、はい、それで、マイナス9000を2つこの人に使う、はい、じゃあ倒した手札に戻ります。あ、手札に戻んの、破壊に。なんで、あ、そうか、まあいいや。で、これでアタック。あ、でブラック V これ手札捨てないといけない。あ、手札1枚捨てるんだ、あ、自分で選んで、自分で選んで、うん、マイケルとかいないかな。じゃあジニーを使います。で、これだ。じゃあ受けます。はい、ターンエンド、はい、じゃあドローもらいます。キューマンないじゃん。そうですね、まだまだ出てこないよ。ちょっといけるかもしれない。そうですね、もしかしたらじゃあ何もしないでターン終了。おで、スイッチを使います。あー、そう、横向きね。スイッチを使います。分かった。じゃあ、ベッドゾーン、ドロー、絶対ドローして、ドローしてから、ドローした。うん、で、タップで、ね、タップしたと、分かったよ。37ディスドライブ、スピードアタッカーのスレイヤーです。ダイレクトアタック。じゃあ、ログリスでブロックします。相打ち、はい、じゃあターンエンド、はい、じゃあドローもらいます。ハヤブサマルが1枚いるのは分かってるね、これ。あ、9マナになった？なってない。じゃあ、4マナで張り替えます。ダメージが。で、じゃあターン終了で、はい、で、終了で、ドロー時にスイッチだけ使います。よしよしよし。ドローって言った瞬間にします。で、こうなるのね。お願いします。なった。あー、1個足んねえか。いいよ、2マナバクマルくん出しておきます。はい、で、ターンエンドしかないな。うん、で、ドローもない。
ります、うん、あれで9溜まっちゃう、はい、溜まります。あーせっかくせっかくあー、はい、切れ罠で、じゃあ全役を出します。お疲れ様でしたって感じになっちゃった。短終了で、はい、置きます。ドロー、じゃあ起き上がって、あ、起き上がっていいの、起き上がっていいの今回は、はいはい、よし、スイッチされてないもんな、はい、ブロッカーだろ。わかったわかった、いくよ、これ押したよ、置いたや、で、ゴマナ、はい、超次元リバイブホール、はい、リバイブホールの効果、超次元ゾーンから好きな数のクリ7以下のサイキックリーチャーを1体持ってくる。あとは自分の墓地から手札に戻す。ちょっと待って、手札に戻していいんだろ。これちょっといけるかもしれないでしょ。船長気づいてるか。カードカードクリーチャークリーチャーです、クリーチャーを手札に戻すんだよ。え、気づいてるかとか言われたらちょっと困るな。え、うん、え、ちょっと別にこれももしかしたら、まあいいや、先にね、はい、あちょっと待って、お気づいてるかとか言われたら不安になるな。いいよ、スピード特化ならいいんだろこれで。あ、でも出せないじゃん、出せないから意味ないじゃん。じゃあブラックサイコもらっとくね、はい。あ、みんながっかりしてる顔してる気がする。スピードアタッカーを出すよ。いや、止まってます。合ってんの？ほんと？スピードアタッカー、このクリーチャーは召喚有しない。スピードアタッカーを出すよ。はい、出た。で、これを使い終わった。ちょっと、はい、1で打てる人は全員打てるよね、はい、全員打てるよね。前回出たもんね、この人ね。じゃあまずこの人でアタックするときにこれ一番大事、はい、このブラックサイコを乗っけることでハヤブサ丸を引き抜く、はい、合ってる。そうです、よし、それで引けるか、よし、ハヤブサ丸。じゃあこの2つ、この2つ、はい、お、墓地で、墓地、墓地、よし、捨てたよ。じゃあ雷電出します。ない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 、雷電を出します。なんだそれ、ブロックを得てます。ああ、そうなんだ、分かった。じゃあこれはで、出た時に一体タップします、うん、ああそうなんだ。でブロックします、はい、で負けます、手札に戻ります。じゃこれは出て勝ったけど、はい、じゃタップ、この2人はなくなった。ハイブサマがいなくなった無限ブロッカーだ。ん、雷電もブロックを得るんで、これで効果によって。あ、そっか、これがいるからか。はい、あ、ターンエンド。結構頑張ったんだけど。そうか、正直、うん、ハヤブサ丸とライデンを2枚とも持っちゃう。そう、それあったらよかったのか。ちょっときつかった。そっかそっか、1枚じゃなかったんだ、必要なのは。じゃあ、でもワンドライブ打ちます。じゃあ、マイナス3000でお願いします。はいはい、やられた。ワンドローもらうよ、マイナス、それ、破壊だもんね。破壊、ワンドローもらってく。じゃあ、全役でとどめで参りました。ありがとうございます。いや、結構面白かった、面白かった。ありがとうございます。はい、ちょっと勉強してまた挑戦したいと思います。トロワさんにはちょっと4連敗してしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、タッキーの知事たち。ご視聴ありがとうございました。今年も動画をたくさん出していきます。ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。またね。